残念にあげろ。バーニングプロダクションテロ組織でしょ。さあもう撃てたか。さあ解除し、さあ目覚め女の子アウトやった。もうあいつらアウトやしやけ。ジョニーラーメン、はい、もうし浜のここで浜花月が、はい、あそこ、はい、ね、おー、ほらね、本当にびっくりした、本当にさあ、こんなもんやって、俺でも、うん、明日もうちょっとして、土曜日出したらさ、もうさあ、もう土曜日と、今日何日でしょうね、確か水曜日ね、金曜日に立ち去ることになった。そう、金曜日にな。おー、もういいや、ちょっとね、市議会議員選挙があるって知ったんでな。さあ、4月21日、投開票日だったんでね。さあ、もうね、多分3月には来るわ、そう、投票しなんもう。ね、だね、おやえな、知らん。まあ、こういうの未来を考えるかよ、追い込もうと思ってる。そう、拮抗させん。実際自民党な、公明党連立組んでるから、意外と自民党苦戦してた。そう、苦戦してたね、この地ね。え、うん、だね、山内な、そうね、駅前集会、そう、止められたね。そう、無理やったよ。そう、田中の坊さんも、さあ、勲章もらっとしさあ、もう、もう、さあ、やっぱりね、もう、さすがに5月に放棄しました。さあ、新山放棄やっちまった。さあ、やっちまったよ、これも。さあ、もう、名前か、ワルシャワ放棄みたいね。さあ、さあ、さようならね。出光シェル、出光とね、出光興産とね、しょ、ロイヤルダッチシェルか。さあ、ソレイトグループ、戦争したやん。さあ、私は知るかい、この四国しかないって分かった。さあ、ソビエとかルーマニア、さあ、石油、輸送もかかるか、そーと、独自の開拓も開いて、ね、日照丸事件。日照丸事件。さあ、安保闘争、八幡浜。戻ってきたね。そう、アイコン意外と本社でした。もういい。そう、みんなびっくりは上場してないって知った。そう、全然上場してた。本当にびっくりした。上場してるかなと、東証2部から。そう、数年前に東証1部に上場した。そうじゃなかったぜ。びっくりした、本当に。意外とね、次長堂も上場して、あれ新幹線か、あれ大手です。そう、大手だんや。知ってますよ、デュアラコモン。そう、結構、そう、すごいね。ビルガーバーグの CG、 いや、ソレイトグループが、こんなもんいい。四国資源だって、出光さん、そう、欲しいのか、みんな。俺たちね、V6 の岡田純一さんが、そう、ああやって語ってる通り、そう、海賊だった、このよく、そう、本当だったよ。そう、さあ、こうやってね、こう、全然いいね。新山交通、七海月ありました。意外に、あの、マイントピア方面さ、さあ、国流か。そう、意外と、昔あったと思う。そう、市役所前に。はい、あれ、最終的に AKB。はい、友近さんじゃ、うん、みたいな。そう、あ、AKB。本当やったよな、やっぱり宮崎、怖い。バカやないです。本当に、滋賀県警察も、
やってなかった。警察厚生労働省やったらさ、見ざめでした。何だよ、こんなようなの会員はあんなあかんとさ、音沙汰なかったらさ、日本政府がやったことやさ、あ、なんでだ、あの限りね、あのオースとかね、ああいう方面、ね、現代的に新山初めてやったやさ、びっくりした、本当、もめったか、本当、今日って言うね。ね。調べたらね、てっきり麻生かな、吉田茂でした、無関係でした、そう、はい、吉田茂無関係でした。あの、この名前で、ではこのしましたあの新幹線か、全部ね自称道最初はね、新幹線限定の大手でしょ、そう、はい、大手なんや、そう、ビルダーバーグの、ね、スポンサーと同じで、そう、あれ取り出せるか、そう、ビルダーバーグの YouTube です、そう、ビルダーバーグの YouTube でしょ、そう、ビルダーお前が報道します。あ、俺びっくりした、 JI ね、そう、1959、まあ一応せ、そう、2018年の、そう、非公開式で、こう、介護ウェビナーみたいなのやってるかなと思う、最近らしいな、びっくりした、そんな、あんた誰に前か、ほんと、やってるかなと思った、そう、ね、厚生労働省本体行った、お前、国土交通省、ほんの採用担当、やっちまった、経済産業省ね。田中の坊さん、これで田中の坊さんが本当にボン状態になった、そう、あいもうすぐ帰ったみたいな、ああ、なんか神奈川県の方は、そう、マジか、かな、あ、こんな前にびっくりだ、自民党員、はい、ヤンマー破産していました、ああダメやったか、そう、ヤンマーアウトです、もうアウトやった、もう無理やったやん、そう、破産してた、びっくりした、そう、こういうところの安保闘争の、ね、あれ辻君が再現しました、そう、本当にあったってことやん、そう、俺はもうすぐ帰りました、そう、あと稲川誠二をごだめし連絡しました、そう、はい、吉田茂は絡んでた、そう、除名されたよ、大体こうしたいと、あれね、JIA のね、見つけたの、そう、5、6年前のやつ、そう、放置してたの、そう、調べたら去年が初めて、すごいな、骨に聞かされてるでした、全然組織改革し、じゃあ四国協議会、あれ、うん、あ、びっくりした、さあ、もう四国協議会、そう、 JIA の参加かなと思った、そう、あ、じゃあ意外と安保闘争ね、さあ、北条家の名誉対 IPR クーデターやってたやん、そう、渋沢打倒だって、演奏しちゃえ、そう、残党だろ、頼む、こいつ出て、おかしいと思うだったから、その味人種差別撤廃条約ね、そう、黒竜会、まあ、もうこ、もう俺びっくりした、そう、ダスミングにし、あれ多分見たと思う、こうみんなにして、そう、厚生労働省やって関係者、田中のお坊さん、あれ警察やっちまったか、もう
さあ、旦那さんね、さあ、もう退職金、返金、来たよ、もういらないって言ったよ、もういらんって言ったよ、さあ、もう、年金ね、公務員向けに年金、もう停止するって言ったよ、もういらんって言ったよ、もう、ダメやったよ、さあ、本当に。もうね、さあ、退職、参加してんよ、さあ、さあ、さあ、もう、ほんと、びっくりや、さあ、そうやっぱ告発したらそういやダメやったからそうわざわざ会見したよねそうの件そうそう言われてって聞いちゃうよあれあれだねえついて全然持ってませんそうあのイルミナティスだおしましょうビルドバーグYouTube でしょ、そう。そう、やっぱりね、こっそりつく。潰されました。意外と鳩山二郎も絡んでた。そう、そんなもんですね。俺は池田平等と鳩山二郎。久々に来たんでな、大事。もう、あったな。びっくりだよ、そう。うん、あ、行くんかな。ほんとびっくりした一宮一宮神社からだ一宮神社かこうした何やろあれ合成したさあ甘いのさあみんな境内のあれ見たかさあほんとびっくりした新山ね交通の便が良かったさあ俺はあっちのね南蛮あっちのマイントピアまで行ったよさあバスやと20分でここに着けたやさあほんとびっくりした400円で行ける多分友近さん意外とバスで行ったでしょさああとまあ多分バスで行ったと思うあえてメンツで関東合意してくれるなんだあえてスタッフも合意に行ってんやさあうん何やプリキュア全く報道されてませんじゃ全く報道されてません前にシリーズでじゃあマイノリティさうんさあ残念よマイノリティいや諦めてくれ同じさお前やろクップさせた水なんでしたマイノリティ俺ビルダーバーグ関係者さマイノリティどうなってるんや火災予告知ってたで大丈夫知ってたでさうん止められちゃいるやっぱ三島京良も言えよ、本当に。言っとけ。もうさ、言っとけ、さ、警視庁からの通知で、ね、一部の芸能関係者は、ね、面会無理ですって。こういう、事前に言っとけ、本当に。ほら、トラブルになるわ、明石事件でもさ。だあの前世、気をつけてくれ。クライスアクターズ、本当やったよね、クライス。たまり込んだよ、さ。あ、マイントピアノ。赤字隠してた、そう赤字隠してたよ、そうずっと前かららしいな隠してたんかって言ったんあねえの、もう新山一応国営化しました、そう国営会社そうねえ、今ね各界で、そうねあっちのアイヌ資本ね、そう刑事そう、マイントピア買収しようかなってそうさっきしようと思った関西会設置会社の設置の株式会社にしようと思って儲けたわさサロートグループのこれのね太陽石油ね太陽石油のお母さんお母さん CEO やさそうどうやらそうサロートグループにしたそうんちょまあ意外とホールディングス無理だねはい、この通り赤がりじゃあこの現場と俺はキュン意外とね全学連分裂してたかどうな分裂してたかいや意外とね中道派ねはいエアさん笹井さん呼ばれて呼んだよやっぱ、うんかいや、かい、
田中駅を行ってびっくりや、あいつ最初はね、平野さんも行ってるからなと、新浪大吉よかったよ、逆に乗ってないけどさ、やないと足さ、意外とセーフあるでしたさ、ビル・ゲイツさんが証明したさ、あ、意外とね、でも同じさ、あえてね、ヤクジランのね、ビル・ゴジラ対戦も今日なめて、うん、ここも、うん、最初は JC やっちまったよ、さ以前のね、野上さんがやっちまったよ、さみんな、こうしところはね、トーンもワーナーメディアに移しまった、ダーリエングループレジェンダリーに全部もうこれよかったよ、そう思ってこれ以上できんって言ったよ、さはい、本当にこっからあー、びっくりした、本当にでも、合成でした、新潟で言ってた新潟市民の皆さんってどういうことだって言って新潟市民の皆さんってどういうことだと思った、本当に意外と駅にはあんまりやめた方がいいよ、そうほんとびっくりしたっけさあ、昨日愛媛県警察新山警察署来てたよ、そう国際交流そう、JC よちょっとで、そうだから本当にな、ね、さあ、わざと俺をねあのね、意外とね寝ますね、しこやめたよ、そう特急止まるらしいな、本当に松江から出雲方面だからびっくりしたよ、さ俺は逆に今西日本滋賀除いて西日本をね東海方面優遇し始めた、さもう言う東北方面をね、そんなだね、北関東としてアウトでした、まあんまりで、これ意外と四国世界上位のグローバルカンパニーでさマルチナショナルマルチナショナルカンパニーでした。多国籍企業ね、イオンですら業務提携結ぼう。だねえよね。俺なああいう新大阪とはね、名古屋方面だねえ、もう経営の17時で、うん、特急になってくる。こうし遅すぎるとダメなんや。そうダメなんや、もうあの通り。時間厳守ね、新潟でだね、花火で本当びっくりした、こうすか本当にいや、すぐ行こうか、うん、本当に日本政府によテロリスト揉めたか、本当やったよな、俺は各界かと文句言えんわ、恐ろしい子で各界かと文句言えんわ、それ、ね、そのアウトグループでもそう。最初は対 JC へ行く、はい、ああ東証上場せんかって何年や断ってる人やな、うん、意外と、ね、上場できる断ってる人やな、本当に本当に断ってる人やな、うん、東西ねっ、ね、麻生グループでは上場してないからね、本当にほらね、横浜がついてる通りね、埼玉、下で締め出し食らってるって、ね、全然こっちがいいんや、こんすだ、ほんとか、ほんとにいいね、見てびっくりや、あれでバーニングフラッシュ大阪だった、もうもぬけ、あ、ソートオンデマンドが買収してクーデターやっちまったやん、もうこうあまりエボリューション使いね、そうコールをね、戦争なのかってどうそうやって大月投資道とこのね、お二人ね、今あんなん大事です指揮してるね、そう沖縄セルダーで、そうああいうとダメやったよ、そう沖縄住民ね、ああいう右翼の潰した練習やった、結構俺みんなヤクザ出てきてびっくりした、司しのぶが出てきた、そうな当時若く知ってましたね、そう出てきて最初秋広司かなと思った、
本名ないらしい。俺じか、もう二度と逮捕するな。そう、それな。ね、10月に俺聞いた時ね、被害届出してたって、受理し、どういう、だ、ツイッター、問題やった。張り込んでる。目覚めはちょっと制裁した。ちょっと問題、ね。もう解除した。もう。なりすまして称して、そう、不正。もう、たかん、ほんと、びっくりした、ほんと。本来なら、俺、被害やったら、もう、ね、もう17時、16時ぐらいに電車に、特急に乗って帰らんとあんだよ、そう。京都辞めたのよ、あんまり。無理やったんや、そう。なあ、知らん。なあ、らしき。名古屋でもねんの。のに、だ兵庫方面が3、4駅あるってびっくりしたぞ。びっくりしたぞ、あれ。結構物流の拠点。この通り、世界の。ね。びっくりした、こぼせる。俺はここからね、そう、マイントピアもね、行きました。そう、意外と行ったら、1時間ぐらいで、2時間ぐらいで行けるです。そう、だねよね、友近さんもね、行ける。そう、七水木はここにいました。そう、ここ、ここでした。そう、ここしかない。ありました。市役所内にあるかなと思ったら、なかった。本当だったよな。はい、もうあれし、敵国営化してるかなと思った。そう、道理でな、なんか政府が所有って、そう。ああ、田中駅一個ね、逆に国営化しないでくれ。ああ、攻撃台には無事、確保。無理やった。ビビったな、諦めな。これが世界の新山ってことや、覚えときな。もうね、四国しかないの。そんなもんや。あ、東京が逆に言うとね、外出、多分俺がよう行くようになってから、だ、あの脱原発ね、あの相場変わりました。ああ、中核は、最高し、すまんけど、俺ら、やめると本当に死ぬぞって言ったよ、うん、お前ら落ち着けて言いに行ったよなんて、まあ、意外と渋でした。そう、東京ねえ、2011でした。まあ、東京ジュピター、そう、逆にこういうところで、そう、 JI の会合やったから、そう、こういうところにね、意外とああいう総掛かりの人と、こういうところで、そう、配置してね、右翼団体対策ね、絶対指る、こういうところを守ればいい。全体的に俺はここ行きました。本当にギリギリあったもんな。俺は相当有料やって、そうなの、全部払ったってことだよ。これこんな前ね、あの、はい、これが世界新山駅でした。本当にびっくりした、学生。ああ、本当にびっくりした、本当。本当だったよな、本名ね、水木なんて、びっくりした、本名なんやな、そう。いつの間に名前、私、近藤じゃないって、そう、やっぱり、今日、私、よう出演させないじゃないですか。だ、ミカでした、ミカが、か、はい、世界の新山でした。世界でもこういう、はい、四国新幹線もある。だ、ごめん。無理やってん、設計士。ああ、もう解除だ。南はもう無理。もうアウト。もう、ここにテロリストだった。ああ、女でした。使って、渋沢 IPR 人脈使ってさ、旧三局ね、さ。そう、バーニングの乗っ取っちまったよ、ね、こっそり恩寺教の会長になってたよ、理事に。
実験にいてたんだから。目覚めね、マニオンセイコ税金免除されてた。本当やってやりな、マニオンセイコ。アナミズキってボロッカス。あねあいつはマニトピアンしかない。おいおいで、お前締め出しクビになったって意味。締め出し食らったな。まあ、さあ、これ覚えてくれ、サングラスか。たわり、以上。